わけで、教務所の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。私立のみに絞るのは危険ですか？マーチ狙いです。いや、私立志望だったら私立オンリーになるのは普通だと思います。はい、どっちかっていうと国立志望の人が国立オンリーは危険ですかって質問だったら、まあ危険ですって答えることが多いかなっていう感じですかね。っていうのはそのまあ私立の場合、結局そのどっか第一志望一つ決めれば他の大学も受けられるからチャンスが複数あるっていう点がやっぱり大きいんですよね。国公立だと後期受けるって手もあるけど、基本的にチャンスがやっぱ少ないわけで、そこダメだったらもう全落ちになっちゃうみたいなリスクがあるんで、まあ、そういう場合だったら私立も併願で受けといたらって進めるケースあるけど、まあ、私立第一志望なんだったら国立だと 逆にその負担が増えちゃうことの方がやっぱり多いと思うんで、センターだけ受けるとかなら全然ありだと思うんだけど、まあ、国公立とかを増やすっていうのは、まあ、そんなに志望校じゃないならですけど、まあ、あえて増やす必要はないかなっていうふうに思います。武田の勉強法は4日2日のペースで進めていくとおっしゃられてますが、過去にあった参考書はどのタイミングで復習すればいいでしょうか。基本的に新しい参考書に入っても前の参考書は同時並行で復習しますよ。例えばその演習系みたいに、まあ、その場でやったら終わりみたいなものじゃない限り基本復習はずっとしていきますね。で例えばネクステ終わった後解釈に入った時に、解釈のやってる間はネクステやんないのかってところやってますね。武田の生徒は前と同じペースでもう一回出して、その負担にならない程度のペースにして、まあそのまま先の参考書も進めていくみたいな形でやっていく形ですかね。シスタン1ヶ月毎日1時間ぐらいやってるんですが、2章までも完璧に覚えられません。やり方悪いんですかね。その1日1時間で何が覚えられてるのかが重要かなとは思いますね。1ヶ月1時間やったから覚えられるってものでもないんで、やっぱりまずその例えばじゃあ600までなら覚えられてんのとか、毎日例えば何番から何番やってどれだけ覚えられるなったら1時間経ってんのっていうのもそうだし、そういうことを一個一個ちゃんと見ていかないと、やったのにできないっていうのはできるようにやったかってところからまず考えていかなきゃいけないんで、そこをまず考えてみてくれればいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。青学経済学部志望の高3です。現代文の単語は言葉や力だけでなく現代文キーワード読解も必要でしょうか。必要ならばどのくらいのペースでやればいいでしょうか。必要ですね。やっといた方がまずいいかなとは思いますね。でペースとしてはまああれだったらその結構何週もやっていくようなものなので、まあ2ヶ月で1周するぐらいのペースでやれればいいかなって。でその後1回やって終わりじゃなくて、まあその後も定期的にぐるぐる回していくような形で、基本まあ1日1文は文章に触れるぐらいの感覚でやっていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。センター現代文は決めるセンター現代文と過去問演習だけじゃダメですか。アクセス基本編もやらなきゃダメですか。または決めるアクセス基本編というルートはありですか。取れんならいいんじゃないのとは思いますけどね。だからこういう質問する人結構やっぱり多いんで言っとくと、その参考書って減らした方がいいことってあんまりなくて、そのやんなくてもできるから減らすっていう考え方が基本なんですよね。だからそれでやってみて取れたならいいんじゃないっていうのかな。できなかったら避ければっていう感じですかね。で決めるやってからアクセスっていうルートはまあありっちゃありだけど、でも決めるやった後だったらセンター形式の問題で練習した方がいいんじゃないとは思いますので、まあ早く決める入りたいっていうなら別にいいかなとは思うけど、まあ多分決めるの文章の方が難しいとは思うんで、好みというか難易度が入れ替わってしまっても全然問題ないっていうならいいんじゃないですかね。はい、ってところですかね。今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリでわかります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。